どうも、こんばんは、エヌムです。さあ、今回は、この前引き当てた UR のね、ひなみを使って、今日から始まったコミックショーの特急をやっていきたいと思います。まあ、一応、パーティーには、特攻のコマさん入れてるんですけど、まあ、本当に、別に特攻だからって言って入れなくても回れるんでね、まあ、多分 UR 持ってる方はサク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 と回れてるかとは思うんですけど、おそらく特攻も UR も持ってない人っていうのは結構今回も厳しいイベントなんじゃないかなとは、思いますね。まあ、そうですね、最近結構難しいんでね、イベント内容が。まあ、ここはいっぱい当たるように狙ってやればいいんじゃないでしょうか。まあ多分乱入はなしだから多分確定ドローはないと思うんですけど、まあ、結構落ちるんでね、まあ、実質ハイヤーマインドか、特の名前な何丸だっけ、田中丸だっけ、ちょっと待って忘れたんだけど、調べる。そうだ、やっぱ田中丸で合ってたわ。ねえ、どっちかは多分落ちてくれる、そこまで確率低くないと思うんでね、新たみたいに。まあ、ここでちょっとスキル試してもいいんですけど。スキル試してたら最後、ひなみのスキルブッパでね、終わるんで。多分。あんまグルカルの攻略っていうほど僕うまくもないんでね。まあでもハイヤーマインド食らって一発で沈むってなったら結構きついんですかね。ひなみサンドにしてると結構 HP 上がるんで、そんなことはあんまないんですけど、どうしようかな。滝沢殴るか。いい感じの位置に行ったけど、こっちからは狙えそうにないのかな。これうまくいったら、ああ無理か。そういえばエメリオも結局フル覚醒させてないような気がする。前回のイベントきつかったんですよね、地味に。確か濃紺乱入してきた時の濃紺できたの1回しかなかったような気がするんですけど、すごい難しかった。なんであんな難しかったのか分かんないんですけど、まあ、次最終フロアなんで両方とものひなみのスキル貯めていきたいですね。いいか、なんかうまいこと挟まってくれてるし、って言っても速度下がってんのかこれ確か。お、まだ行く。あれですね、ぜひ SSR プラスの駒さんは当てておきたいんですけど、いかんせん石がね、前回使いすぎちゃって、あのあと90個ほどまた使ったんですよね。そしたらまた SSR の店長とリゼが2体ぐらいかな、2体ずつぐらい出てきて、まあそこそこ覚醒できたんですけど、どうしようかな。ゴリさん残すか。あら、滝沢死ななかった。あら、下抜けようかと思ったんだけど、まあ店長も最後貯めてから行けば多分スキルブッパーで死ぬんじゃないかな。最後店長で入れば多分いけるはず。まだ死なないよな。
でまあひなみ2回で、抜いて、あだるい、しかめだからよかったもん。これ抜けんのか、あやばいミスった、あーミスった、このひなみで抜くんじゃなかった、見てなかったわ。でもやっぱひなみサウンド強いですね、 HP とかあっても。そろそろリーの方もやってほしいんですけど、いかんせんアニメ化されてないからな。やっぱりこうやって無印東京グルの方のイベントをずっとやるしかないんだ。ああそうか、まあいいや、この3人に生きてもらうとちょっと邪魔なんでね、あとあと。どうでもいい、これで、ああ微妙に角度足んねえか、どうしようかな、こうか。まあ多分 UR 持ってる人は本当に適当に、オートでは多分無理だけど適当にやっても多分勝てますね。フラって検索の方で何持ってたっけ、クイーン系全然覚えてないんですけど、あのバットとかじゃなくて、多分次で死ぬな。てかさ、ハイヤーマインドのグラがさ、えげつねえ。どんだけ気合入ってんだよっていうぐらい。ああ食っちゃってる。ただ壁に持ち上げるの範囲広い。確かハイヤーマインド使った後って一旦なんか遅延か何か入るんだったっけな、さっき詳細をチラッと見たんですけど。はいおしまい。どうでもいい、どっちだろう、ハイヤーマインドでいいかな。まあ10角20角ぐらいなら期間中余裕なんじゃないですかね、多分石回石でスタミナ回復しなくても。あーこっちか。というわけでねこれといって解説でもなかったな。今回は、コミックショーのね、今日から始まるイベントの特急を、だらだらと喋りながらやりました。また違うパーティーで、攻略動画 UR 以外のねパーティーを使ってあげた方が需要あると思うんで、時間があればやりたいと思います。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。